皆さん、こんにちは。マーケットライブの時間がやってまいりました。本日の講師は楽天証券 FX 事業部の荒地です。どうぞよろしくお願いいたします。なお、この動画が気に入りましたら、いいねボタンとチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。では、早速、本日のマーケットを見てみたいと思います。現在、ドル円はですね、154円の22銭なんですが、今日の朝方、154円の後半、6、7まで上がっていたんですが、 今は東京マーケットの午前にですね、一旦急落して、一時154円を向けて153円の98銭まで下げました。この背景は、イスラエルが往復攻撃をしたということで、マーケットがリスクオフになって、一瞬ドル円が下げた、円が買われたということになっています。 まだ今日の海外市場であるいは来週の月曜日の東京マーケットでこのニュースで動くかもしれないので注意が必要です。ユーロドルは1.0626ユーロ円は163円の9 0ードル円は98円の47このようなレベルで現在東京マーケットで取引が行われています。では一瞬下げたドル円なんですが ちょっと長いところでチャートを見てみたいと思います。まあ、下げたとはいえですね、これは4月のドル円なんですけれども、ちょっと引いてみた場合にはですね、この円安トレンドというのは変わっていないということがわかります。この水色の線はですね、これは200時間線なんですけれども、200時間線のところでですね、まあこの4月のところから何度もこれから下にですね、下げようとして一周下げたんですけれども、 すぐに回復して、その後グッと上がって、154円の77銭まで34年ぶりのドル高円安水準に動いています。この横ばい状態から大きくドル高円安に動いた背景というのは何かというと、これはですね、アメリカの利下げ自が大きく後退したということなんですね。この今見ているチャートは FOMC が2024年の3月ですから、まあ、先月ですね先月の段階で年末のアメリカの政策金利はどれぐらいになるかというふうに予想したものなんですねで現在はですねアメリカの政策金利っていうのは中心値が5.375%にありますこれが1年後ですから年末ですね今年の12月にどうなっているかというのを予想するときにですね FOMC のメンバーのうち9名が4.625%になっていると。つまり現在のレベルから考えると0.75%、つまり3回の利下げがあるというふうに予想していたんですね。ところが今月発表されたアメリカのデータが強かったので、この FOMC の3回の利下げというのはですね、 おそらくないだろうと、もっと少なくなるだろうということで、日本とアメリカの金利差はそれほど縮まない、いや、むしろ逆に広がるんじゃないかということで、ドルが買われたわけです。で、現在の予想を見てみると、まず3月の利下げがあるという話だったんですが、もう当然それはなくて、5月と6月はおそらく見送りでしょうと。で、7月。ですから最初のアメリカの利下げは7月ではないか。 という予想になっていますが、これもですね、今後、強い経済データが出てきた場合には、後ずれする可能性があります。そうすると、7月の次の FOMC というのは、9月なんですけれども、途中の夏休み入ってしまうので、9月というのはですね、これはもう大統領選の直前なので、利下げをするにしてもしない、まあ、した場合にでもですね、 いろいろと共和党からも民主党からもあれこれ言われて、なかなか一定的に難しいんじゃないかというふうに言われています。ですので、もし7月に利下げがなかった場合には、9月は政治的な理由でパスするだろうと。そうすると、今年残されているのは11月と12月なので、年内の利下げは2回しかなくなるという話になってくるわけです。 ですので、今、マーケットが注目しているのは7月に利下げがあるのかどうか。そして、そのためには、経済データはどういうふうになるのか、というようなですね、ことが注目されてくるわけです。で、当然、FOMC が利下げするかどうかということで、重要なポイントになってくるのは、インフレ率が下がるかどうかということなんですけれども、インフレ率が下がるかどうか。 というのは、これは日本もそうなんですが、特にアメリカというのはです、ね、エネルギー価格に左右されるわけですね。エネルギー価格が上昇した場合には、インフレは下がらないと、むしろ上昇する可能性があると。そして今、何が起きているかというと、最初にですね、ちょっとお伝えしましたけれども、中東情勢が非常に緊迫していると。 この状態が続いて、イスラエルとイランがさらに軍事衝突というようなことになれば、石油価格は上がると。すると、さらにアメリカのインフレが高くなる可能性があり、利下げが大のく。もしかすると、2025年まで利下げはないという可能性も出てくるわけです。ですから、原油価格とアメリカの利下げ、この関係というのはですね、注目ということになります。では、ドル円どうなるのかと。 これは先週もちょっとお話したんですけれども、今、東京マーケットで一旦ドル円急落したんですけれども、それでも154円台のところでですね、まだ支えられていると、反発しているということで、まあ、下げたところで大きく円高に行く可能性は今のところ低いと。 であれば、為替介入をするんではないかというのが、マーケットの期待なんですけれども、まあ、する、しない、そのポイントをですねもう一回、えー、振り返ってみたいと思います。まず、するということなんですけれども、なぜするかというと、ですね今行っているのは、まあ、実弾、実際の介入がなくて、口先介入で、いや、困った、困ったと。あんまり円安が進むようだったら行動しますよというふうに言ってるんですけれども、 実際、実施してないので、実際の玉を使っていないので、まあ、最初の1、2回はいいんですけれども、まあ、マーケットも今、慣れてきて効果が薄いと。どうせ本当は介入しないんでしょうと。口で言っても、まあ、しょうがないじゃないかと。それが今の状態になってきてるわけですね。いくら財務省が言っても、154円で止まっていると。効果が薄いと。効果を上げるためには、一回も実弾介入をしてですね、本気なんだぞというふうに見せる必要があると。 でもう一つは今、円安だけではなく、先ほども言ったように原油高、これも加わっていると。そうすると、インフレが悪化すると。インフレが悪化した場合にですね、日本の経済、せっかく立ち直りかけてるのが、また悪化するということなので、これは避けなくてはいけないと。だから、少なくとも円安は止めなくてはいけないと。 なぜなら、原油高というのはですね、財務省も日銀も油田を持っているわけではないですから、こちらの方の価格はコントロールできないわけですね。コントロールできるとすれば、為替レート。だからこちらの方で調整しなくてはいけない。そういう使命があると。だから介入をするということですね。やはり円安が進んだ場合にはですね、業績が悪化すると。これは輸出はですね、低いところで輸出予約を取っているので、あんまり円安に行った場合にはですね、評価損も出てしまう。 そして輸入サイドですね。輸入もですね、海外から輸入しているところはこんなに155円までなれば当然価格が転嫁されて、これもインフレ悪化の原因になると。そのためには介入しなくてはいけないという話になります。一方、しないという見方もあります。しないというかできない。なぜかというと、これはドル高であって円安ではないと。だからこの陶器的理由、えー、過度な動きを理由に 介入をすするとといいうことはですね言い訳が立たな,いとなぜかというと、まあ、これはまあ円の理由じゃなくて、ドルが高いから結果として円安になっているわけであって、それを円の方を調整したところで結局ドルが高くなる分には円安は続くと。それを日銀があるいは財務省が止めることはできないと。だから、介入しても効果がない。なので、しないと。 でむしろ今の場合であればですね、先ほども見たように154円台で一旦止まってリバウンドしているように、マーケットとすると、むしろ介入してくれて、一旦ドル円が下がって、例えば150円近くまで下がるた場合にですね、もう買いたいと。 そのチャンスを待っているところはあるんですね。もちろん恐怖なんですけど、恐怖で円高に行くっていうことではなく、買いたい、もっと安く買いたいんで介入してくれというふうに考えているマーケット参加者も多いわけです。そういう時に介入した場合にはですね、一瞬は効果あるかもしれないんですけれども、そこが逆に買い場になって、もう何度も何度も介入しないだろうと。これが最後のドル円の買い場だということになって、結局最終的には、 今のレベルよりも円安が進むリスクもあると。そうした場合、やはり外貨準備を使って介入するわけですから、それで効果がない、逆に円安になったということになると、責任問題になるとということで、介入はできないというのがしない理由になっています。で、そもそも介入はやって勝つのかということなんですが、やっぱり介入をやればですね円安が止まるというようなですね論調もあるんですけれども、実際介入ができるということは、 円安スピードを緩めるということであって、円安を止めることはできない。ですから、今1ヶ月で、例えば5円ぐらい円安を言っているのは、まあ1ヶ月に1円ぐらいの緩いスピードで円安を続けるということはできるかもしれないんですけれども、それを円高、えー、ここで155円で止めて、 徐々に徐々に円高に持っていくということは介入だけではできないと、日銀の協力が必要、日銀の協力は何かというと、利上げなり政策金利を、まあ、政策を変更するということですね。ただ、そもそも円安を政府・日銀が止めたいのかという問題があります。これはですね訪日、外国人、まあ、インバウンドの数ですね。でこの前もニュース出てたんですけれども、3月の訪日客は過去最高の308万人。 ここのところですね、ここ、えー、まだ今年出ていないんですけれども、このコロナの時にですね、ぐっと下がっていたんですけれども、コロナ明けでですね、インバウンドが解放されてから、急に伸びてきているわけです。で、これがコロナ前のですね、最高の、まあ、年間でいうベストなんですね。だから政府に一員とすると、もうこのレベルまで戻したいと。そうして、外国人にお金を使ってもらいたい。 そのためには、円安褒めるとんでもないと。むしろ、円安はついてもらった方が、日本経済のためになるというふうに考えてるんですね。だと思います。そういうふうには直接は言ってないんですけれども。ただ、政府、高官もですね、円安にもメリットがあるということは、そういうことなんですね。デメリットだけではないよと。むしろ、円安のおかげで、 外国人観光客が日本に来てどんどんお金を使ってくれるということを期待していると。だから介入もですね、円安のスピードを緩めるという意味でもう成功なのかもしれないですね。逆に介入をすることによってドル円が円高にトレンドが変換するというようなことが万が一でもあった場合には、 このインバウンドの方に影響が出るので、それは失敗だということになると。まあ、別の言い方をすると政府、日銀もですね、本音で言えば円安は止めたくないと。一気に160円とか行くのは良くないけれども、1年かけて170円行くのはもう全然 OK だと。むしろウェルカムだというのがですね、実際のところだと思います。 ということでですね、最後チャートを確認したいんですけども、とりあえずですね、中期的に見ると今月はですね、まだ円安に行く可能性はあるんですけれども、だいたい150円の70がローで154円77銭。真ん中が152円78銭ですので、まあ、152円よりも上にある分にはトレンドとしてはドル高円安が続いているというふうに考えてみたいと思います。と同時に1ヶ月で、 円円ぐらいいドル高円安が進んでいるんででるすねこのトレンドが続く介入がうまくいかないあるいは介入もです、ね、しないということになると、まあ、本当に単純計算なんですけれども1ヶ月に5円ずつこのトレンドが続いて年末までいくとすればですね途中何ヶ月か調整あったとしても5円かける630円30円とすると年末にですね180円までドル高円安に 動く可能性はあるとということですね、まあ、少なくともこの155円で止まるというふうにですね考えるということが今はありえないということだと思いますのでさらに円安に備えるとで、その分岐点、円安はどこで止まるのかということになると少なくとも落ち着くのはこの中間点152円の80、最低でもこのぐらいのレベルまで戻らない限りは円安は続くというふうに考えています。 ということで、今週は以上です。この動画が気に入りましたら、いいねボタンとチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。それではまた来週。さようなら。